村上、81打数、39三振、打率、1割4分8厘、三振率、4割8分1厘わら。アキーノさんの足元にも及ばんな。ゴルファーの彼女に夢中なのかな。嘘やろ。サイン盗みできないとあかんすよ。これが実力だろ。今まで夢の中にいただけで。村上のせいでサトテルが和製ジャッジに見えてる来る奇跡よ。ドラフト2020年令和2年、1位佐藤輝明内野手、2位伊藤将司投手、3位佐藤蓮投手、4位坂枝裕樹捕手、5位村上頌樹投手、6位中野拓夢内野手、7位高寺望む内野手、8位石井大地投手、育成ドラフト、1位岩田頌樹投手、今年で3年目の選手たち。CM バラエティでまくって熱愛報道が出た男の末路。どうしてこうなった？ルーキーの時よりひどい成績じゃないか。普通硬派ならんやろ、目でも悪くしたんか。56号なんて打つから神がお怒りになったんだよ。54止まりならこうはならなかったな。WBC で三塁固定してもらっていたくせに守備もダメなんか、ヤクルトに三塁の代わりおらんのやろうか。とんでもない成績叩き出した年の翌年にがっつり成績下がるにはよくあることだけど、ここまでひどいのは村上くらいやな。2017筒号とか2019丸とか OPS900 前後はあったし。WBC も三振ばっかりあったし、オフを挟んだとはいえ昨シーズンの終盤の時点で状態良くはなかったのに、誰も修正しないものなんやな。まあ修正せずに今のままでいてほしいが。サードは打てる人のポジションとはいえ下手なのしかおらんな。ここまで落ちるもんかね。栗原とか小松より落差激しいやん。去年のヤクファン、村上は若いのに声を出してチームを引っ張ってる。村上監督だ。これ今はベンチでふてくされてるの考えると草。サイン盗みじゃなくてチラ見だったってことなんやな。よかったサイン盗みじゃなくて。卑怯なこと戦闘点やつってこと？若いうちからそういうの覚えたら大成しなそうだな。ブライアントの三振記録を抜きそう。思うけど忖度されすぎじゃね？三振なのに死球になったり、エラーなのにヒットになったり、いつまで特別待遇続くの？村神様マジで頑張ってくれよ。こちらは野球速報チャンネルです。あなたの持っている野球知識をぜひコメントにぶつけて、コメント欄を盛り上げてほしいです。他にも面白い情報を最新で知りたい方は、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。